実験兄弟。顎に肘は絶対につかない。いきます。じゃあこの肘を、顎だよね。肘を顎につけます。ああ、これああ、いかんわ。いかないですか。うん、全然いかん。待って、グイってそれ持ち上げても一回手使っていい。そうです、ストレッチみたいな。あ、顎まで浮いてる。およ、いける。やった、いくぞ。いくぞ。いってる。え、ついてる、ついてる。ついてない。ついてねえよ。いや、ついてる感じで言うなよ。ついてないな。全然全然。あ、おお、ついた。全然ついてない。実験兄弟。僕たくやが、うん、今まで人類が成し遂げたことがなかった、うん、肘で顎を触れるということを。ちょっと、そんなキャラ今までつけてなかったじゃん。うん、僕、うん、とっておきの秘策あるんですよ、これ。え、つく。でもこれ質にやってもいいんですよ。うん、いきますよ。うん。実験兄弟。座った状態でおでこに指を当てられると立ち上がれない。よし、じゃあ検討してみよう。わかりました。オーケー、ここに指を、ここに指をこういって、これでいいですか。そう、これで立てないらしいんだよ。いくよ、せーの。あー、立てないわ。でも全然力入れてない。入れてない。ほんと、はい、待って、いくよ。ちょっと取ってますよ。うん。あー、立てない。ほんとに立てない。全然立てないこれ。実験兄弟。いや、これマジで立てないよ。立てると思うんですよ。行くよ。はい。あ、行くよ。はい。うん。ちょっと待って。コースのせいかもしれない。コースのせいかもしれない。痛い痛い痛い。ちょっと待って。待って、行くよ。はい。押してますよ。押してますよ。いや、パワーがやべえ。おかしい。違うぞ。これ、うん。これよく聞く話じゃないですか、これ。うん。絶対勝てるんですよ。ちょっと待って、じゃあ俺、ひらで行って。行くよ。はい。いや、もうやだー。